こっちが TT685、こっちが V8602 です。せーの。全然違うね。はい、どうも宮田です。最近起きてる間もずっと眠くて本当に困ってるんですが、何か解決方法ないですかね。はい、ということでまた製品紹介をしていきますが、このチャンネルで久しぶりに、ゴドックスの製品紹介をしていこうかなと思っております。今日はこのゴドックスの V8602 っていうの、僕はソニー使ってるのでソニー用の S っていうやつなんですけど、を送ってもらったのでちょっと紹介していこうかなと思います。はい、僕のチャンネルではゴドックスのストロボのネタっていうのは何回か取り上げたことがあって、まあチャンネル解説してね、初期の方の動画からそういった動画を作っていたんですけど、まあ今まで紹介してきたのがこの TT600 っていう本当に安いモデルで、まあ最初の1台としてどうですかっていうものだったりとか、あとはそこに TTL 機能がついたよっていうね、便利な機能がついた TT685 っていうのをおすすめしたりとかしてたんですけど、今回はこの V860 っていうもので、この TT685 っていうストロボのバッテリーがちょっと違うタイプになっています。基本的なスペックはほぼ同じで、こっちは単三電池で駆動する、単三電池4本で駆動するものと、こっちは専用のバッテリーで動くものっていうので、そういった違いがあるんですけど、こいつ自体は別に新しい製品でも何でもないので、まあ紹介してる動画っていうのたくさんあると思います。細かい部分とかを見たければそっちを見てもらった方がいいかなと思うんですけど、今回はまだ開けてないんで開封しつつなんですけど、まあこのバッテリーが違うだけのね、 TT685 と一緒に手元にあるので、まあどういった人がその TT685 を選んだ方がいいのか、どういった人が V860 を選んだ方がいいのかっていうのをちょっと実機を見ながら話していけたらなと思います。まあ TT685 から TTL 機能を省いたのがこの TT600 だったりもするので、まあ、せっかくだからね、この辺のストロボをまあどうやって選んだらいいのかっていうのを含めてちょっと話していこうかなと思っておりますので、ストロボ初心者の人とか最初どれを買ったらいいのかわからないっていう人には参考になるんじゃないかなと思うので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいなと思います。ということで、じゃあ早速動画の内容いきましょう。レッツゴー。はい、ということで、まあ早速開けていきましょうかね。これね、僕届いてちょっとびっくりしたんだけど、あの V8602 って箱でかいんだね。 TT600 とか TT685 ってこれの半分ぐらいのサイズなのよ、こう縦長の。だから最初届いた時、あ、V8602 が届くことも忘れてたんだけど、あの届いた時、え、2つ届いたのって思ったら1個でした。残念。はい、ということで開けます。これはおまけかな、カラーフィルターをつけるやつと、あとは製品の保証書、説明書、しっかり日本語のも付属してきております。はい、でこういった感じで入っていて、まあこっち側はストロボ本体ですよね。ケースに V8602 が入ってるよっていう感じです。でこう大きい感じなのはあれだね、こっち側に専用のバッテリーとバッテリーのチャージャーが入ってるからだ。これ取り出していきます。チャージャーを充電するケーブルと、またこれも多分おまけだけど、ディフューザーが入ってましたね。これ送ってもらった、販売店さんのリンクを概要欄に貼っておくので、多分そこから買えば、このディフューザーとかカラーフィルターっていうのが付属してくるんじゃないかなと思います。専用のバッテリー、VB18 っていうものですね。四角い感じのバッテリーです。で、それをチャージするチャージャーですね。ちょっと最初に製品見る前にバッテリーだけ先にチャージしとこう。はい、ということでこれが本体の V8602 っていうストロボになります。外観自体は TT685 とほぼ一緒っていうか全く一緒なんだよね、多分。ちょっと待ってよ。外観はほぼほぼ一緒ですね。こっちのまあバッテリーが違うので、バッテリースロットの形が違うっていうのと、もちろんね、あとは反対側の端子類、アップデート用のマイクロ USB 端子と、バッテリーパックの端子かな、あとはシンクロソケットっていうのがあるんですけど、それのカバーの取り付け方と、端子の配置の仕方がちょっと違いますね。まあこの辺は細かい仕様の違いで全然あの問題はないと思うんですけど、まあほぼほぼ製品の仕様は統一されている感じがします。全く一緒じゃないのはちょっと意外でしたけどね。ちょっとバッテリーのチャージだけ、少し待ちます。はい、
バッテリーをチャージしてる間にちょっとストロボ本体の話をしていくんですが、今回紹介しているこの V860 っていうのと、まあ似たような仕様の TT685、バッテリーが違うだけだよっていう TT685 と、まあ最初の1台におすすめっていう TT600 っていうのがあるんですけど、その TT685 と V860 っていうのと、TT600 の大きな違いっていうのが TTL 機能があるかないかっていうものになります。TTL 機能っていうのはストロボにある機能なんですけど、カメラってオートモードとか、まあマニュアルもあって、F 値、シャッタースピード、ISO っていうので、こう露出っていうのを作っていくんですけど、そこにこうストロボを足して、まあ、自分がコントロールできる光ですよね。それをプラスアルファで足していくっていうのがこのストロボなんですけど、まあカメラとレンズだけで撮る写真っていうのは、その F 値、シャッタースピード、ISO っていうので適正露出とか、まあ自分の好きな露出っていうのを割り出して作っていくんですけど、まあそこにこうストロボをパンって当てた時に、あの適正な露出を出すっていうのは瞬間光っていうのが、まあこう使い慣れてる人でないと難しいものだと思うんですよ。こういうね、定常光とかだと目で見ながらこう調整して、あ明るすぎるな、暗すぎるなっていうのを調整できると思うんですけど、ストロボって一瞬しか光らないので、やっぱり慣れてないと使いづらいっていう時に、まあ露出計っていうものがあるんですけど、今で言うとね、そのデジタルのカメラで言えばカメラ自体に入っているので、まあ露出計の重要性っていうのはそんなに高くはないのかもしれない、あると便利だけどね、なんですけど、まあそういう時にストロボをプラスアルファでこう写真に付け足したいってなった時に、いちいちこう光量を、まあこの TT600 っていうのはマニュアルモードだけなんですけど、その光量16分の1とか32分の1、まあもっと4分の1、2分の1とか、そういう光量を設定して光らせて、あ、この光でいいなって感じるか、あ、オーバーだな、アンダーだなっていうので、こう調整をしていくっていう、その作業って、まあめんどくさいんですよ。まあ特殊な狙いがある作品撮りとかで言えば、まあマニュアルでね、一般的に言う適正露出より、がっつり背景をアンダーにするとか、まあそういった狙いがある時が多いので、まあマニュアルで苦労はしないんですけど、まあとっさに露出を合わせたいっていう時は、自動調光機能っていうのが欲しくなるんですよ。もうシャッター切れば適正露出になるように光ってくれるっていう、それが TTL っていうものになります。まあなんだかんだ言いましたけど、カメラにオートモードがある、その F 値、シャッタースピード、 ISO っていうのを勝手にオートでね決めて適正露出を出してくれるっていうオートモードがあるのと同じで、ストロボ側にもオート機能があるよっていうのが TTL っていうだけの話です。それが、TT600 っていうのにはなくて、TT685 とか V8602 っていうのにはあるよっていう感じです。オドックスのクリップオンストロボで言えば。で、TTL 機能のない TT600 と、その TT600 がリチウムイオンバッテリーっていう専用のバッテリーになったのが V850 かなっていうのがあって、 TTL 機能のある TT685 っていうのが専用のリチウムイオンバッテリーになったのがこの V860 だよっていう感じです。まあ、TTL の、メリットとかはまた後で詳しく話すとして、まあ、今回その単三電池4本で駆動する TT685 と専用のバッテリーで駆動する V860 っていうののメリット、何が違うのかっていうと、ストロボを動かすバッテリーで言えば、今現状その通常使用できる電池で言えば、まあ一般的に向いているのがリチウムイオンバッテリーなんですよ。チャージ速度とか、まあ容量に対するサイズとかね、そういうのを含めた上で、そのパワーが必要なストロボに使う電池っていうのはリチウムイオンバッテリーが最適っていう中で、まあ単三で駆動できるのは、まあ外に外出してても調達しやすいっていうメリットがあったりとか、あとは価格が安いっていうメリットがあるので、コストを抑えたい人にはすごくおすすめなんですけど、まあ専用のねバッテリーを使うことによってチャージが速くなって、安定して稼働できるっていう意味では、そのリチウムイオンバッテリーのストロボの方が、メリットが強い、ストロボっていうものはねメリットが強くなるよっていう感じです。はい。でクリップオンストロボでそのチャージ速度がそんなに必要かって言われると、まあ人によるんですよ本当に。例えばそのまあ作品撮りを始めたい、ポートレートで作品撮りを始めたいっていう時とかにね、 TTL 機能にすごいコストを払って、まあチャージ速度にコストを払っていいストロボを揃えて、そんなに連写するのかとか、あとはその TTL 自動の調光っていうのを使うのかっていうのが、まあそれを選ぶ必要性があるのかっていうところの違いになってくるかなと思うんですけど、その連写速度が必要なシーンで言えば、スナップ撮影、まあなんかこう家族写真だったりとか、まあ子供の写真もそうですけど、あとそのまあウェディングとかパーティーとかイベントとか、そういうものを撮る上で言えば、
こうストロボ使えない現場もあるけどね、使える現場であれば、まあやっぱ暗いシーンとかも多いので、ストロボ使った方が綺麗に撮れるシーンもたくさんあるんですよ。でイベントって進行を止められないんですよね。で子供撮る時も子供の表情に待ったとかかけれないわけですよ。ってなった時に、そのチャージが遅くてシャッターが切れないっていうのはできるだけ避けたいんですよ。だからそういうスナップ撮影系の人とかはマジでそのチャージ速度とかっていうのはすごく気を使ってたりします。逆に言えば、なんか作品撮り、僕とかも作品撮ったりしますけど、作品撮りだったりとか、スタジオでの撮影でクリップオンストロボ使わないけど、まあそういうなんかテンポ感の遅い撮影とかだったら、まあチャージ速度速いに越したことはないんですけど、そんなにあのプライオリティの高い部分でもないかなと思います。まあ光量に対していろいろ考えがあるからなかなか言えないけど、限られたコストの話をしてます今。なんか単三電池のモデルを進めたりとか、まあ廉価版的なねクリップオンストロボとかを進めると、もっといいの使った方がいいとか、まあそんなのおすすめするなとか、まあ YouTube ってそういうコメントなんかちょくちょく来るんですけど、まあそんな言い方されてないか、来るんですけど、みんな稼いだお金の使い道っていうのはいろいろあるわけですよ。写真だけに使えるわけじゃない人もたくさんいる中で、まあ、限られたコストをどうやって使うのがいいのかっていう話をしているので、まあリチウムイオンバッテリーと、まあお金たくさん出せればカメラなんて機能が良くなっていくので、たくさん出した方がいいですよそりゃ。ただね、そこまでかけて、楽しむほどではないっていう人もいるので、まあそういうね限られたコストの話をしていますが、まあそういうテンポ感の遅い撮影スタイルであれば、チャージ速度とかっていうのはそんなに気にしなくてもいいのかなと思います。何回も言うけど、早いに越したことないよ別に。待っててもね、チャージが完了する分には問題ないので、うん、こう待っててもバッテリーのチャージってそんなすぐ終わらんか。で今そのまあリチウムイオンバッテリーの方がチャージが早いよって言ったんだけど、じゃあそれがどんだけ早いのかっていうのが気になるじゃないですかね。同じモデルで、そのリチウムイオンバッテリーモデルと単三電池モデルって僕揃えたの初めてなので、個人的にもちょっと楽しみな比較になるんですけど、ちょっと一回充電途中だけどやってみようか。これ充電途中でもう試したくてしょうがないから試すけど、また後日試してみて結果違うなと思ったら訂正します。はい。ちなみに操作画面とかはもう全く一緒ですね。ちょっとファンクションの設定とかで画面が光る時間とかは違うかもしれないんですけど、こういう感じでもう全く一緒です。もう多分中のソフトウェアとかも一緒なんじゃないかなっていう感じなんですけど、まあバッテリーが違うだけっていう感じですね。ちょっとマニュアルにして、128分の1からちょっと同時に光らせていこうかなと思います。あ、TT685、まあ、使ってるバッテリーによるのかもしれないけど、電池残量の表示がないんだけど、こっち V860 の場合は綺麗に、なんか、まあ専用バッテリーだからね、電池残量の表示がありますね。ここはメリットかもしれない。はい。ということで、じゃあ光らせていきますが、こっちが V860-2。名前見えるようにしとく。こっちが TT685、 こっちが V860-2 です。じゃあ128分の1からちょっと光らせていきますね。せーの。まあ分かる人からすれば何やってんだって話だけど、128分の1じゃね違いは分かりませんよね。ちょっと待って、音出すわ音。うん、ファンクションの表示とかも全く一緒だね。じゃあ64分の1いきます。せーの。あ、同時に押せね。不器用か。まあ、ほぼほぼ一緒ですね。一瞬でチャージする。32分の1いきます。せーの。まあ、一緒ですね。16分の1いきます。せーの。まあ、発光と同時にチャージする感じですね。早い。じゃあ次、8分の1いきます。せーの。うん、一緒だね。じゃあ4分の1いきます。せーの。ちょっとなんか違いが、TT685 の方が早い気がするんだが、ちょっと待って、2分の1いきます。せーの。あ、 V8602 の方が早いわ。2分の1ね。せーの。あ、これチャージランプ見えないとわからんか。これ赤く光ったら、チャージ完了っていうことなんですが、いきまーす。
こっちが TT685、こっちが V8602 です。せーの。うん、違うね。じゃあフル発光いこうか。フル発光。あ、ちょっと待って。今 TT685 の方が暗かったな。3分の1。それでも V8602 の方が早かったわ。じゃあもう一回いこう。こっちが TT685、こっちが V8602 です。せーの。全然違うね。いきまーす。せーの。全然違うね。まあどうすか、なんか比べてみてあれだったけど。ちなみに TT685 は前炭酸電池ってどれ使ったらこうクリップオンストロボにいいんだろうっていう動画を作ってるので、そっちで比較して使った、エネループプロっていうのを使っています。なので炭酸電池の中でも割と早い方のバッテリーで動かしている状態っていう感じです。もっともっと遅い電池もあるんですよ、炭酸電池ってね。まあ好きなの使えるけど、逆にまあそれがデメリットになっておりまして、もっと遅い電池とかもあるので、もっと遅い電池だったらもっとこの差が広がると思ってください。いやー、2分の1ぐらいからはもう如実ですね。倍ぐらい違うもんね。すごい。まあこういった感じでチャージの時間に違いが出るよっていうのがこのバッテリーの違いになります。ただまあ今見てもらって分かる通り、その16分の1とか32分の1とか64分の1とかってほぼほぼ差がないんですよ。なのでそのチャージがいかに早いって言っても、まあ自分の使ってるいつものスタイルがどのぐらいの光量を欲しているのかっていうのを含めて考えるべき点なのかなとも思います。まあでも64分の1はあんま違い出ないかもしれないけど、32分の1とか16分の1でも連射していくと結構そのシャッタースピードについていけるかどうかっていうのは違いが出たりもすると思うので、まあまたその辺も時間があるときにね、なんかちょっと試してみて違いがあるようであれば別の動画にまとめようかなと思いますが、チャージ速度に関してはそんな感じの違いです。こういった細かい違いなんですけど、それがシャッターチャンスを逃しちゃうっていうことにつながるようであれば、こういうリチウムイオンバッテリーのストロボを使うメリットっていうのはめちゃくちゃ大きいのかなと思います。でさっき作品撮りとかで使うとき、その撮影のテンポが遅ければね、そんなにチャージスピードっていうのは気にしなくてもいいんじゃないかっていう話をしたんですけど、作品撮りでクリップオンストロボを使うっていうのは、なんて言うんだろう、作品撮りで言えばクリップオンストロボの光量って結構きついんですよ。こういうって見えないけど、今ここにソフトボックス置いてね光らせてたりとかするんですけど、作品撮りってそういう大型のこうライティングアクセサリーをかましたりっていうのも多々あるので、そうなってくるともう本当に光量的にきつくなってくるのがクリップオンストロボです。なんでそのクリップオンストロボでオフライティングを始めましたって言ってこう作品撮りを始めて、まあ割と初期の段階で使う手かなと思うんですけど、そうなってくると2分の1とかフル発光、1分の1発光っていうのは結構使うんですよ。ってなった時にさっき見たぐらいのそのチャージ時間の違いっていうのが大きく出るので、まあそういった部分含めて、まあ作品撮りでもそのテンポ感を重視したいのであれば、まあ人を撮る時っていうのはね、結構そのテンポ感って重要になるんで、そのポージング撮ってから待ちの時間が長いとなんかこうリズムが崩れていっちゃうので、まあそういった部分含めて気にしてあげるべき点かなとも思います。はい。だまあコスト、その予算に余裕がありゃ、そりゃ V860 とかそういうリチウムイオンバッテリーモデルを買っといたらいいと思いますよ。うん、チャージ早いし、まあ専用のバッテリーなんで持っていくの忘れたら終わりですけど、まあ余裕があるなら、迷ってるのであればその高い方、リチウムイオンバッテリーの方を買えばいいと思います。必要ないなって思うとか、まあ光量とか、あとはその光の質とかっていうのは違いがないので、まあそこにお金をかけれないっていうのであれば TT685 買えばいいんじゃないかなと思います。で、後で詳しく話しますと言った TTL 機能なんですけど、まあ TT600 とか V850 と TT685 と V860 っていうのがあって、そのどっちを選ぶかっていう話なんですけど、TTL もさっき話した、その撮影の瞬間、その写真を撮る瞬間っていうのを逃さないっていう話に通ずるんですけど、スナップ撮影とかの時って基本的にマニュアルで光量を調整してる時間っていうのはないんですよ。なので、もうカメラ向けて、まあ大体こう設定に当たりつけてね、カメラ向けて、まあ最近のカメラはオートフォーカスすごく優秀なんで、まあフォーカスパシッと当てて、こう撮るっていう。その一瞬で抜くっていうのが大事な
なんかその光の質とかポージングじゃないけど、なんかなんていうの、その写真としての良し悪しっていうよりも本当にその瞬間を逃さない技術っていうのが大事なジャンルで言えば、 TTL っていうのはもうシャッター切った瞬間にその露出っていうのは大体で決めてくれるので絶対に必要な機能ではあるんですよ。もうプロはそのマニュアルでしか撮らないとか、なんかそういうことを言う人もいますけど、プロだからこそオートを使わなきゃいけないシーンっていうのも多々あるので、そういう意味ではその TTL が必要なのであれば、自分の撮影スタイルで撮る被写体とかね、使う撮影シーンによってその TTL が必要なら V860 とか TT685 とかで、必要ないなら作品撮りだけで使うんだったらマニュアルでほぼほぼ足ります。なので TT600 とか V850 とかを買うとか、まあそんぐらいのチョイスでいいと思います。もうさっきは似たような言葉をパワーって言ってるからこんがらがってきそうですけど、 TT685 と V860 のそのバッテリーの違いでの比較っていうのは、その TT600 と V850 での違いも多分同じだと思うので、まあチャージ速度とか、まあその点含めて気にして購入の参考にしてみるといいんじゃないかなと思います。はい、まあ総じてゴドックスのこのクリップオンストロボっていうのは、まあ、まあ最初に買うクリップオンストロボゴドックス買っとけっていう動画結構再生されてるのが僕のチャンネルの中ではあるんですけど、そのおすすめする理由っていうのは詳しくはそっちを見てほしいんですけど、まあ最初に一つ買ってみるものとして非常におすすめなので、まあクリップオンストロボを使ったことないとか、あとはそのまあ炭酸電池のモデルしか使ったことない人っていうのはこの V860 とか、まあそういった上位モデルとかっていうのをちょっとチェックしてみるといいのかもしれないなっていう感じです。はい。ちなみに余談ではありますが、この間、販売店さんからちょっとお話をいただいて、ゴドックスのこのクリップオンストロボの使い方、あとは AD100 Pro っていうのの使い方っていうのをこの生配信で YouTube ライブでこう答えていくっていうのをやって、その時に本当だったら T600 とこの V8602 っていうのを手元に持ってきてユーザーさんにね、初心者の方に教えるっていう内容にしようと思ってたんですけど、この V8602 っていうのがなんか品薄だったのか、送るのがちょっと先になるっていうことで、TT600 と AD100 Pro っていうのの説明会みたいな配信をしたんですけど、まあなんかその話続いてたんですね、送られてきたので。僕はなんかもう送れませんっていう感じなのかなと思ってたので、まあまたそういう配信をやる感じになるのかもしれません、うん、まあでも割となんかこうね、コメントたくさんもらえて交流できたので面白かったので、またやってもいいかなと思うんですが、まあそんな感じでちょっと送ってもらったので V8602 っていうのを紹介しました。はい、ちょっとまたフルチャージして、まあさっき言ったその連射についてくるスピードとかその辺もちょっと試してみたいので、試して大きな違いがあるようであればまた改めて動画にまとめようかなとも思っておりますが、またこれからゴドックス製品とかもいろいろ話していくと思うので、興味ある人は、チャンネル登録ぜひしていただけると嬉しいなと思います。はい、こんな感じで、写真とかカメラとかの話をしていくチャンネルなんですけど、まあガジェットの話をしたりとかね、まあゴドックス製品の話は結構していくチャンネルになると思うので、興味のある方はチャンネル登録とこの動画がためになったなとか面白かったなと思う人は高評価をしていただけると嬉しいなと思います。低評価でもいいです、評価してください僕はみんなと友達になりたい、嘘です。はい、こんな感じで今日の動画は終わります。また次の動画でお会いしましょう。宮田でした。バイバーイ。うん、ありがとうございます。ちなみに、1本前の動画で紹介したニューガーのパネルライトをちょっと入れてみました。いつもとちょっと違うかもしれない。まあでもほんのうっすら入れてるので、まあでもこんぐらいの方が綺麗かも。うん。